なんかあ、バレンタインボイスあるんですね。なんすか？ちょっと気になって買おうかなと。買うなとも言えないし、買ってとも言えないし、どうしたらハ手塚さんにボイスを買っハハハてもらおうかなって思った今。手塚さんのボイス買った？ワンパワンパワンパ、はい、立川さんの、あ、買ったん聞きや。ましたよ。はい。ほんまにいいや。ちなみにこれ僕、ボイスって結構いろんな人の僕買ってるんですけど、ボイスをまだ買ったことないなーっていう、今リスナーさんにちょっと向けて言いたいんですけど、ボイスはマジで、買ってみると世界変わるんで、ぜひちょっとおすすめしたくて、ほんまに。ボイスって基本的に、はいはいはい。じゃあ、上地さんはボイス出さないの？はい。まだ。まだ？まだ？そういうはい。こといずは？れ出す、いずれ出す可能性はあるかもしれない。ですって。やなんでそんな嫌そうなんですか？どんなボイスにするんですかね？で、なんかそう、さっきの続きなんですけど、そのボイスについてなんですけど、普段こうやって、なんか、そのライバーさんが話してるじゃないですか。で、たまにそのなんか、みんなに向けて、なんか、ありがとう、みたいな、いつもありがとう、みたいな、応援してくれてありがとう、みたいな、言うと思うんですけど、ボイスって、なんかそういう、なんだろう、みんなに向けてじゃなくて、ボイス買った人、個人に向けての、ボイスああ、距離の、感のそう、あれ距ね。離感だから、マジでね、1対1みたいな感じで、しかも、ボイスって基本的、ノーマル、ものであれば500円からで、で、あとは、その、季節のイベント、ハロウィンだったりだとか、クリスマスだったりだとか、そういう系のボイスって、あっても1000円とか、500円から1000円以内で、しかも、ボイスって1回買ったら、その都度聞けるんで、その後に。どん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 。どん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 、聞けるんですよ。いいいや、な、これ、オ語タらせクて、女なのちょっに。と、繰り返し聞けるんですよ。しかも、ライバーさんによっては、そのシチュエーションボイスが結構距離感近いものだったりだとかっていうのあって、本当に500円から1000円って、マジでね、出した方がいい。月に1回マンスリーボイスとか、あとはその季節のボイスとかって、そう考えたら、絶対に買った方がいいんですよ。だって500円か1000円ですよ。そんなんだって、ね、例えば、買わなくてもいい菓子だったりだとか、その辺を我慢したら買えるわけですよ。それが永久的に買えるわけ。好きな時に聞ける。好きなライバーさんのシチュエーションボイス、結構距離近い。騙されたと思って一回買ってみてほしい、ボイスは。そしたら、わかる。俺の言ってることが、良さが。1分ミュートにするっすわ。花房さんのバレンタインボイス聞いてくるっすわ。やば。うわ、文句言う間もなくミュートしちゃったんだけど。すごいね。せめて私がいないところで聞いてほね。しい。感想とか言い出したらもう抜けるわ、VC。もう一個出してるやつ、なんだっけ？ハロウィンボイスかな？あ、ハロウィンか。誰っすか？ねえ。同一人物っすか？めっちゃキュンキュンしたっすよ。やば。これね、やば。マジ、花房さん、マジっすか？これね、多分ね、今ね、みんなね、今、見てる、3200人のみんなね、これ、花房さんのね、ボイス買った方がいい、これ。やべえ、マジで。これ、マジでやべえから、ほんまに。一回買ってみて、騙されたと思ってね、3000に買った方がいい、これ。やべえって、マジで。ガチでやべえ、ほんまに。いや、僕、花房さんにキュンキュンする日が来ると思う、あれ、なかったわ、ほんまに。びっくりしたよ、ほんまに。やべえ。ね、声の強弱の付け方、うまいっすね。やっぱね、あれ、よかったっすよ。ほんまでもに。さ、マジでさ、思うよね。私もさ、花房の、ハロウィンボイスもバレンタインボイスも一回聞いたことあるんよ。はい。マジで、マジでやばいよね、普通に。マジでやばいです。本当にやばい。これね、キュンキュンする、これは。一番やべえの、お前だよ、マジで。いや、聞いた方がいいっすよ。いや、これはマジで聞いた方がいい。それはマジで思う、うん。私も。しかも、みんなね、500円だよ、500円。買えよ。買えって。ワンコインだって、ワンコイン。ありがとう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 な。もういいぞ。え？買ってみん？これマジでやばいから、騙されたと思って買ってほしい。わあ、え、声でか。騙されるよ。騙された。俺は騙されたね。ああ、もういいぞ。俺は騙さでれかた。すぎんだ
いや、だってね、いやもう一言目聞いた時からえみたいな、脳がバグり散らかす、誰みたいな、うん、それはマジでわかる。でも、うん、今こうやって話してるから、花澤さんわかんないわ、マジで。どこで買えるんですか？V スポ公式ブースから、買えますので、ね、皆さんはね、あのバレンタインボイスの方を買っていただけると、ちょ、入りましょうか、言われる。うん、大事なのも、いや、私なのも言ってや、立花さんのバレンタインボイス、あのね、感想ちょっと言うんですけど、秒で潰しますね、こいつ。キリトみたいなこと言うんやけど、キリト君。